これはプリープログラムされてるわけじゃなくて、ちゃんと自分で認識して動いてるんですね。あ、プリープログラムなんですか。はい。じゃあちょっと発信する位置を変えちゃったらぶつかっちゃうんですね。ぶつかるしね。一応位置合わせ。いやいや、そういう意味じゃなくて、位置合わせしなかったらぶつかるってぶつかるんです。障害物検査してない。ああ、そっか。それはじゃあ今度工場に入れるときもプリプログラムで、決まったところを走るっていうことですね。そうですね。で、このロボットにで今、その機能を使ってないのがあって、うん、ランプの上のところにちょっと突き出したところがありますが、はい、あそこにレーザーレンジファインダーって言われる環境認識センサーが入っています、はい、でそれを使って、障害物を見つけたら、まあ、基本的にはまず止まる、それからその次には避ける、うん、そういったことをします。ですから、基本的にはあらかじめプログラムされた通りに動くんですが、環境の変化に応じて少しそれを自分で変更します。動きを変更、はい、